はい、本日はですね、こちらノースフェイスのコンパクトジャケットをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、こちらコンパクトジャケットといえばですね、まず値段が安いから初心者の方というか、今までノースフェイス買ったことないけどちょっと一回買ってみるかっていうので入門的に買いやすいんですけども、ちょっと待ってくださいと。そんな簡単に買ってたら、どうなんですかと。ノースフェイスで考えるとちょっとここ微妙やなっていうところもあるし、あーまあまあここはそうかっていうところもあったりするのでね、まあその辺をまず着用からしていきたいなと思います。僕以前ね、コンパクトジャケットの動画作ったことあるんですよ。やけどね、今回この2020年から少し値段も上がってるんですよね。だから価格のことはまあ後で言うとして、ちょっと仕様も変わってるんかなっていうことで、また改めて買わせていただきました。こちら L サイズなんで、まあ、サイズ感的にはまあこれがジャストかなっていう感じですね。今年からちなみに出てる色味になってるんで、ちょっとブラウンっぽい感じのね、色味のジャケットを購入してみました。まあ秋口なんかはね、これいいかもしれないですね。ちょっと今すみません、あの半ズボンで履いちゃってるからちょっとイメージわかんかもしれないけども、まあ秋口には合いそうな色味ですよね。ほんでちょっと暗い色味にしといて、髪の毛もね、でちょっと上もちょっと暗めにしたら秋っぽいけど、まあインナーだけちょっと明るめにしようかななんて言ったりはしてるんですけど、これね、とにかく一言で言おうと思ったら、このノースフェイスのジャケットってどんなジャケットなんですかっていうとですね、とにかく普通のナイロンジャケットなんですよ。だから別にノースフェイスである必要ってないんやけど、ここにロゴがどうしても欲しいんやったらこのジャケットってありやと思うんですけど、まあ、結論からそれさっき言っちゃってるんやけどもね、そんなにめちゃくちゃ高スペックでもないし機能的にはないんですよね。だからまあその辺をね、ちょっとあの深掘りしていきたいなと思います。まあやっぱりノースフェイスといえばですね、この辺のあのある程度のスペックがある高スペックな機能がちゃんとついたジャケットっていうのがあるんですけども、この辺はね、よくあのイメージ的にも、あ、確かにノースフェイスってこうアウトドアとかで使うから、あの防水とか防風とか防寒性に優れてるみたいなイメージでね、でもそれがその機能が欲しいんやったらやっぱり3万円台はしてくるんですよ。で、なんやったらこのジャケットは4万円ぐらいしてくるってことなんで、じゃあこの1万円のジャケットってめっちゃ破格でコスパいいんちゃうんかって思ったりするんですけど、残念ながらそんな機能はついておりません。なのでよくまあ拡大して見てみるとね、おそらくですよ、今年からこれ生地変わってますね。去年とか一昨年までの生地に比べると若干生地の質を変えてきたんやろうなっていうのがね、変更点にはなってます。まあどっちに良くなったんか悪くなったんかっていうとですね、まあ個人的な感想としては少し安い方のナイロン生地に変えたんかなっていう印象はあるんですよね。ちょっと生地の質をね、これもしかしたら店員さんでも気づかへんかもしれんけども、ナイロンが今までってもうちょっとコットンライクというか、もっとこのツヤっていうかね、この光ってるのがなかったんですよ。だからちょっと安っぽい感じのナイロンに変わっちゃったんかなっていうようなね、印象はちょっとあります。まあ、とは言いながらもね、このノースフェイスらしさもね、ちょこちょこあったりするんですよ。で、そのちょこちょこあるのがどこにあるのというと、まずなんですけども、このコンパクトジャケットって表の生地とひっくり返して別に裏生地があるわけじゃないんですよ。だからこの1枚の生地であの構成されているので、比較的ね、薄く作られてる。だから薄く作られてるから、こういったスタッフサックっていうか袋の中にキューって収納ができるんですよ。だからこれぐるぐるぐるって掘り込んでいくとね、まあこんな感じで、ちょっと入りきってないけども、まあ、ピクニック行った時とか、ちょっとお出かけしてる時とかで、あんまりちょっと暑くなったから脱いどきたいなと思ったら、こういう袋に入れておけばいいし、旅行の時なんかもね、こういうまあちっちゃいのに入れるのってまあ重宝すると思うんですけど、これはノースフェイスね、よくあったりとかしてて、他のこういったジャケットとかでもね、こういう収納の袋があるんですけど、まあこれはノースフェイスらしい部分なんかなと思うんですが、あ、それとね、今気づきました。最近のね、この袋に入れるやつって、今までってね、ここがよくちぎれてたんですよ。こうやっぱ引っ張られるから、ここビリ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 引っ張って、結局袋の意味ないですやんってみんな言ってたんですけども、ここの袋のね、縫製が何回も縫い直されてますね。ちょっとよく見てみましょう。こうアップで見ていくとね、ここの縫製の部分っていうのが何回も折り返し折り返し、ここだけね、こう縫われてるんですよ。で、今までの以前のバッグってここら辺と同じようにパーっていって、ここ一回だけピュッていくだけやったんやけど、やっぱそこやったらね、破れるっていうことでここ補強してるんでしょうね。で、比較的最近買ったあのクライムライトジャケットってやつもね、これパッて見てみると、確かにここはね、何回も何重にもして補強されてるので、まあ、これは多分お客さんの声聞きながらね、バージョンアップされてると思うんですけど、まあ、こういった比較的頑丈な縫製にもしてるし、生地も使ってるので安心して、ジャケットを入れるんじゃないかというところがね、コンパクトに持ち運べるので、旅行の時、例えばアウトドアの時、まあ、そういった時にくるくるくるっと小さくもできるし、ジャケットにもなるしというね、便利な着方ができますよ。これはスポーツブランドではできひんですよね。やっぱアウトドアブランドからこう持ち運びも考えられてると、さすがですよねっていうことがまず一つになってたりとか。で、次にはね、ノースフェイスらしいところっていうと、水をね、弾く加工っていうのがされてるんですよ。まあ、例えば見ていただきましょう。こんな感じで水をね、パッてほじ込んでいくと、こうやって弾くような加工が、今わかりますかね、もうちょっとね、近くでいきましょう。ここがね、パッと弾くような
こういった加工がされてるんですね。ちょっと今コーヒーでやっちゃったからコーヒー臭くなっちゃったけど、まあまあいいでしょう、別にちょっと置いといたら匂いが出るでしょうね。まあそんな感じでね、あの撥水の加工っていうのがされてますので、これはねジャケットに限ったことじゃなくて、こういったパンツとかにもね、あの加工がされてたりとかするので、本来は生地通すやつなんですけども、あの水とかね通すやつなんですけども、一旦そういうバリアみたいな、こう生地の上に薄くバリア張ってるので、それのおかげでちょっとした雨とかちょっとした水しぶきあって弾くんですけども、これはあくまで製品化してからそういった洗い加工で撥水をつけていくんですね。要は撥水剤みたいなのを上にコーティングしていくんですけど、これは撥水剤なので車と一緒、車もコーティングでやったから、うわめっちゃ水弾くやんとか、めっちゃビカビカになってるやんって言っても、半年後どうなってますかと、もう水弾かんくなるじゃないですか。いくらガラコでこのワイパーしてビンビン通っていってもね、半年くらいしたらね、なんかもう水弾かんくなってくるなと。あれと全く一緒、コーティングしてるだけやから、これもうコーティングしてるだけなんで、何回も洗濯とかしていくとそれが剥がれていっちゃうと。例えばノースフェイスのねホームページとかに表記たまにあったりするんやけど、二重洗い3級って書いてね、これ何の話してんのと。二重洗い3級っていうなんか生地の名前なんかなとかと思ったんだけど、まあ、要はあれは20回洗ってるぐらいやったら撥水の加工がつきますよ。そのレベルって何級なんですか。3級ですよねって、まあ、そういうことなんですけども、もっと強度の強い撥水の加工とかもあったりするんですけど、まあ、加工なんでいずれはこの水弾くのはなくなっちゃうという、あ、なるほどそういう見方があるんだねと。もっと強度強い撥水の加工もありましてね、あの製品化してから加工するバージョンもあれば、もっと糸の段階で加工するバージョンもあるんですよ。ほな糸の段階で加工した方が持ちはいいかったりするんですけども、一旦そんなマニアックな話はちょっと置いといて、まあ、こうやって製品ジャケットになってからこう加工してるというのが、これがね、まあ、ノースフェイスらしいかなと思うんですけど、じゃあ次のねこのノースフェイスらしいとこ行こうかなと思ったんですが、ないです。以上、もうその持ち運べるっていうのと、まあ撥水の加工、いずれはなくなるけど加工がついてる、これはまあアウトドアらしいですよねっていうところになってて、もうそれでおしまいなんですかって言われたら、そうなんです、それでおしまいなんですということで、値段がですね今まで14,300円、まあ要は13,000円に消費税やったんですよ、僕が前回買った時はね。で今回からもう14,000円、だから1,000円値上がりしてるんですけど、もうこれはね、あのノースフェイスってまあ元々は言うたらアメリカのブランドっていうこともあるし、でそれ以外にも日本って服の物資が取れないんですよ。だからコットンとか綿100とかってよく聞くんだけど、あんなも日本じゃほとんど取れないんですよ。もう海外から輸入するしかないし、もう原料自体がね日本にはないので、まあ、加工するのは上手なんですよ。加工したり縫製するのは日本でやるんやけども、そもそも原材料って例えばオーストラリアから引っ張ってきたりとか、中国から引っ張ってきたりとか、アメリカから引っ張ってきたりとか、インドから引っ張ってきたりとか、もういろんなとこから引っ張ってくるん でウールとかやったらヨーロッパの方から引っ張ってきたりとか、まあ、いろいろあるんですよ。だからもうそもそもの原価がね高騰してたり、まあ、もちろん円安の関係もあったりして、いやノースフェイスってこれ日本のノースフェイスのブランドやから円安関係ないんやでってたまに言ってくるんだけど、違うんですよ。そもそもの原料が日本のノースフェイスであろうが、アメリカのノースフェイスであろうが、韓国のノースフェイスであろうが、海外から仕入れてるから、やっぱり円安とかの関係って絶対響いてくるんですよ。まあ、そういったところで値段もね上がってきてるということなんですが、まあ、値段上がったからじゃあ製品の、クオリティとか上がったんって言われたら、はっきり言うと、まあ、ちょっとどうなんかなっていうところはね、個人的には思ってます。それはまああくまで買った一人の、意見として聞いてくださいね、まあ、そういう風に思ってると。で、まあ、デメリットとしてどういったデメリットがあるのというと、やっぱり機能性がないんですよね。だからさっき言った時に、ね、防水でもないし防寒性もない、だから、風も通しちゃうし防風性もないということで、防水防寒防風ってこれ結構大事なところかなと思うんですけど、これをあノースフェイスやから絶対そういう機能あるやんと思ってみたら、ここはないんですよ。でもうちょっと値段上げていったりするともちろんあるんですけども、ここはあくまでアウトドア風なジャケットという位置づけになっているので、アウトドアの機能が欲しいんであれば、やっぱりもうちょっとね、価格が上がってくるかなと思うんですけど、以前紹介したノースフェイスとビームスのやつ、これもねアウトドア風なジャケットなんですよ。だからまあこれとこの辺はもう同じような、ただこっちの方が生地とかももうちょっといい生地使ってるので、まあ、3万円ぐらいしてくるんですけども、まあ、それとあとまあブランド料ですね、でまあ高くはなってきたりするんやけど、そういったところがまあちょっとデメリットになってくるかなと思います。まあ性能がないっていうところね。でじゃあ対してどういうところがおすすめなんかっていうと、まあ、値段的にそんなにめちゃくちゃ高いわけじゃない、15,000円とかで買えるんで、結構なんかこう雑に扱ってもいけるというか、それこそもう汚れんねんと。こういう高いジャケットがあったりしても汚れたりしたらやっぱショックやねんけど、この部屋って別に汚れても全然いいから、もうガンガン洗濯もできるし、ちょっと外とかで使ったり、こう墨がついたり土がついたりしても、あ全然これやったら気使わんでいけるわっていう方なんかにはね、これは非常におすすめになってくるんじゃないかなと思います。だからまあ僕ちょっとね大阪人関西人やからちょっと原価的な話しちゃうんですけど、原価的にするとこれはものすごく原価安いと思うんですよ。だから要は消費者側からするとお買い得ではないというか、まあ
ブランド的には売ってほしいというか売りたい商品になってくると思うんですけど、逆にじゃあこういうゴアテックス使ってるのって原価がちょっと高くなってくるんで、まあどっちかっていうとこっちの方が原価率が高いんかもしれないんですけどもね。まあそういったところで、まあこういうところでちゃんとマネタイズしていって、まあちょっとノースフェイスのことはあんま分からへんねんけども風なジャケットが欲しいとかっていう方はね、まあこういうのでもいいんかなと思うんですが、いややっぱそれ聞いた上やったら性能ある方がええわっていう方はね、クライムライトジャケットっていうのがね、まあこの辺にあったりするんですけど、まあその辺まで行ってみてもいいんかなと思います。ちなみに値段的にはこう倍なんですよ。3万円ぐらいするので1万5000円のまあ3万円だ倍ぐらいするんやけども、これコンパクトジャケット2着買う以上の性能はあります。だからもう初めから2着買うぐらいのつもりでおるんやったら、もう1着ポンってその3万買った方が費用対効果としてはね、長く着れるし、でなおかつ性能もしっかりあるから雨の日とか関係なくもう何も考えずに着ていける。防寒性もある、防風性もある、そして防水性もあるというね、全てに整ってるんですけど、まあそういったところで用途的にはね汚れてもいいよっていう方はね、もうこれはもうバッチリだと思うんですけど、まああんまりね安物買いの銭失いっていうところにはねならんように見ていただければなということで、今回はお話しさせていただきました。ちょうどね生地のクオリティ的にはこのレベルぐらいですね。ノースフェイス×シュプリームとまあ同じような生地の質使ってるなということで、そんな高いやつじゃないなっていう感じなんですけど、まあこれに関してはね4万ぐらいしますけども、ちゃんと裏生地ついてたりとかするので、まあ裏生地がそんな高いわけじゃないんやけど、ブランドネームがもちろん一番高いんやけども、まあ、そんなに見ててあすごい生地使ってるなっていう感じはないのでね、まあそういったことが、まあ、本音かなということで思います。はい、ということでね、本日はノースフェイスのコンパクトジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。